日本三景日本三景は日本の三つの名勝地のことである。日本三景は以下の三つの名勝地を指す。すべて海にある風景となっており、各々古くから鹿に読まれ、海外に描かれていた。江戸時代前期の儒学者、林俊斎が、官営二十年八月十三日に執筆した著書、日本国寺石港の道の九国の下りにおいて、松島、この島の外、 ゆうこじま弱冠、大女ぼんちがつはの刑、酒井いたすの刑、あたえ丹皇天橋立、安芸原島ため、見所期間と書き記した。これを端所に、日本三景というくくりが始まったとされる。日本三景日その後、元の国年うるう1月28日に、天の橋立を訪れた儒学者、貝原駅賢が、その著書、岸機構の中の丹波丹後若崎港において、 天の橋立を日本の 3K の位置とする模様なりと記している。これが日本三景という言葉の文献上の書室とされ、駅県が訪れる以前から日本三景が一般に知られたくくりであったと推定されている。日本三景を雪月下に当てる場合、雪は天の橋立、ガツは松島、花は紅葉を花に見立てて宮島を当てている。 近年の年間観光客数は、松島が約370万人、宮島が約309万人、天の橋立が約267万人となっている。観光大使として、松島には、松島キャンペーンレディー、天の橋立には、プリンセス天の橋立、宮島には、宮島観光親善大使がおり、日本産経共同キャンペーンの際などに一緒に活動している。 夏には、松島道路流し花火大会、宮津道路流し花火大会、宮島水中花火大会という会場花火が日本三景各地で開催され、多くの観光客を集める。いずれも名物として柿があるが、松島と宮島は冬が主なのに対し、天の橋立は夏の岩垣が主である。松島の柿鍋クルーズ安天の橋立の松葉ガニア、 とりい、宮島のもみじまんじゅうやが、訴求力のある食観光として知られる。日本三景はいずれも1952年11月22日に、特別名称に指定されている。日本三景は、おのの別々に、世界遺産登録に動いたが、現時点では、五福島神社12月登録以外は、登録に至っていない。 2006年7月5日に開催された日本産景観光連絡協議会の総会において、林春才の誕生日が現在4年5月29日であることにちなみ、7月21日を日本 3K の日と制定した。2007年4月、日本を訪れる外国人観光客向けにミシュラン実用旅行ガイドが発刊された。これはビジットジャパンキャンペーンの一環として、 ミシュラン社や国土交通省などが連携したものである。日本産 k では、松島と宮島が単独の項目として記載され、各々のの3つ星が3つずつついた。2009年3月、日本を訪れる外国人観光客向けに、ミシュラン観光ガイド未処理グリーンガイド発本が日本政府観光局の協力を得て発刊された。日本産 k では、松島と宮島が、 単独の項目として記載され、松島では、松島海岸地区に三つ星 3, 三つ星 4, 一つ星8の計25、塩釜地区に三つ星3の計6、全体で合計31の星がついた。宮島では、三つ星 3, 三つ星 2, 一つ星3の計17の星がついた。同年9月には、 英語版も発刊された。日本産経としての知名度の高さは荒れ、各地域では宿泊客数の減少に苦しんでいる。その高い策の一つとして、日本産経が持ち合わせていなかった温泉を開発する動きが近年起こっている。天の橋立では、1999年12月20日に天の橋立温泉が開け有した。キャッチコピーは、神々の遊戯。現在は、 旅館9軒、民宿2軒、外湯1軒で利用されている。泉室は塩化物船や単純温泉など。宮島には、冷静を加温して急湯する温泉があったが、30年前の公共下水道工事により途絶えた。2004年に新たにボーリングなどを行い、冷静が復活した。現在は、旅館3軒が加温して急湯している。泉室は、放射能船。松島では、 仙台、宮城デスティネーションキャンペーンに合わせ、2008年8月5日に、松島温泉が開け有した。キャッチコピーは、太古天泉。泉質は、単純温泉と塩化物泉。1915年、日本産経に習って実業の日本社主催による日本、新産経の選定が行われた。全国投票の結果、1916年に以下の3つが選ばれた。 1918年には、この山地に、富人世界創刊10周年記念日本新山経費も建てられた。三保の松原は、2013年に、富士山から信仰の対象と芸術の源泉の一部として、世界文化遺産に登録された。ありがとうございます。